プロが作った、プラモデルが売っている。それを購入した人が組み立てて塗装して、さらに独自の改造まで施して、そのプロに対して、売りに来た。優れているだろう？そうですね。プロ側の、苦笑。その後、プロ側はお客が期待する行動には出ない。なんで？お客様は神様だよ。その私の言うことに逆らう気ですか？理屈では、お客様ならお金を払う必要はない。むしろもらう方。それでもこの言霊の力か、要求。割と長年の疑問のようなものだったかもしれない。なんでこんな下手なんだろう？根本的な感覚の歪み。プロであれば、お客の評価が絶対、である。少なくとも、お客様は神様です。その反応は、真摯に問わねば。だが、相手は別にプロにならん。そんな意識はない、のだ。なぜならお客様は神様だ。客の方が、上